皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは、あきこです。今回の動画では、今週の出来事についてお話をしていきます。今週の出来事についてお話をしていきます。ゆっくり話すので、頑張って聞いてみてください。皆さんに途中で質問もするので、声に出して 答えながら動画を聞いてみてください。動画を見てみてください。皆さんは今週どんな一週間を過ごしましたかどんな一週間を過ごしましたか私は一週間仕事がそんなに忙しくなかった。そんなに忙しくなかったので仕事から帰ってきた後 帰ってきた後自分の時間を充実させることができました時間を充実させることができました充実した時間を過ごすことができましたまず皆さんは月曜日何をしましたか皆さんが月曜日にやったことを教えてください私はもともと月曜日に 大学の友達の家に遊びに行く予定がありました。大学の友達の家に遊びに行く予定がありました。ですが、その友達が仕事で忙しくなってしまいました。その友達が仕事で忙しくて帰れなくなりました。なので、延期をしました。なので、その遊ぶ予定、遊ぶ はずだった予定を延期しました。延期する、postpone。延期せざるを得なかった。延期せざるを得ませんでした。何々せざるを得ない。have no choice but to 何々。so, 延期せざるを得なかった。had no choice but to postpone it。もともと友達の家に遊びに行くはずだったけど、友達が 仕事で忙しくなってしまったので延期せざるを得なくなりましたその友達はいつも仕事で忙しいのでよくあることですよくあること。It happens often よくあることです私は月曜日に2つのオフィスに行きました2つのオフィスに行って働きました午前中にいつもの普段通っているオフィスに行って 午後ににはもう一つのオフィスに行きました。打ち合わせがあったのでわざわざ違うオフィスに行きました。バスに乗って午前中のオフィスから午後のオフィスに移動しました打ち合わせだけのためにわざわざ移動するのはちょっとめんどくさかったです。 ちょっとめんどくさかったけど、わざわざ打ち合わせのために移動しました。I 皆さんは打ち合わせをオンラインですることはありますか私の会社ではできるだけ打ち合わせは対面、対面で実施することを進めています。対面で 打ち合わせを実施することを進めています。月曜日はその友達の家に行く予定がなくなった,予定がなくなったので家に帰ってからただゆっくりしました。予定がなくなったので Because I 家でゆっくりしました。家でゆっくりしました。次に火曜日について話をします。皆さんは火曜日に何をしましたか <noise> 私はその月曜日の予定を火曜日に延期した。延期したので、その友達の家に遊びに行きました。 月曜日の延期した予定が火曜日になったので友達の家に遊びに行きました仕事で疲れてはいたんですけど友達の家に行って気分転換ができました気分転換気分転換 to change your mood 友達とたくさん話して気分転換になりました仕事の後その後そまま 友達の家に行ったんですけど、その家に行くまでに、スーパーに友達と一緒に寄りました。スーパーに寄る。スーパーに寄って、食べ物と飲み物を買いました。夜ご飯に中華料理を買いました。中華料理を買いました。あと、飲み物をいくつか買いました。あ そういえばお菓子も買いました。お菓子も買いました。私以外にもう一人友達が来ていたんですけど、私以外に、私ともう一人友達がいたんですけど、仕事について、あとはプライベートについて、あとは将来についてたくさん語りました。たくさん語る、語る、たくさん語りました。7時ぐらい、 7時ぐらいに集まって11時ぐらいまでずーっと話をしていましたずーっと語り合いました水曜日はその前日の疲れもあってあんまり仕事に集中できませんでした水曜日はその前日火曜日の疲れ The tiredness from the day before So tiredness from Tuesday 水曜日は仕事に集中できなかった I wasn't able to concentrate to my work. 集中できなかったので少し早く帰りました。少し早く仕事を切り上げて仕事を切り上げて家に帰りました。I stopped working a bit earlier stopped just went back home and back a で、仕事から家に帰ってくる途中にスーパーに寄りました。スーパーに寄る。そこでいくつか 食材、食材を買って家に帰ってから料理をしました。仕事がある日のためのお昼ご飯の作り置きがたくさんできたのでよかったです。作り置きがたくさんできました。次に木曜日についてお話をします。皆さんは木曜日に何をしましたか私は木曜日にたくさん動画の編集をしました。 動画編集をたくさんしました。私はいつも iPad で動画の編集をしています。動画の編集をしています。動画編集は私にとってすごく楽しいので、いい趣味になっています。とてもいい趣味です。最近は少し凝った編集をするようにしています。内容がわかりやすくなるように、かつ、 見ていて面白い動画を作りたいので編集を頑張っています。面白くてしかもわかりやすい動画を作ろうと頑張って編集をしています。何か私の動画で編集に関してアドバイスがあったら教えてください。アドバイスがあったら If you have any advice コメントで教えてください。もっともっと 良い動画もっともっと面白くてわかりやすくて見ていて楽しい見ていて楽しいファンとワッチ動画を作りたいなと思っていますそんな動画が作れるように編集も頑張っていきたいと思っています頑張っていきたいと思っています最後に金曜日にやったことを紹介します皆さんは金曜日何か特別なことはしましたか 何か特別なことはありましたか？私は金曜日に仕事の後、仕事が終わった後、忘年会がありました。忘年会がありました。焼肉を食べに行きました。焼肉を食べに行きました。めちゃくちゃ美味しい焼肉を食べることができました。めちゃくちゃ美味しかったです。 焼肉に合うお酒もたくさん飲みました。ちょっと飲みすぎました。ビールとスパークリングワイン。白ワイン。White wine. 白ワインも飲みました。どのお酒も焼肉にすごく合う。焼肉にすごく合う They all match very well with the, with the barbecue. で、たくさん、ついたくさん飲んでしまいました。ついたくさん飲んでしまいました。焼肉を食べた後にみんなでカラオケに行きました。カラオケに行きました。皆さんは日本でカラオケに行ったことはありますか私は多分 一年ぶりぐらいにカラオケに行きました。一年ぶりぐらいにカラオケに行きました。一年ぶり、after about a year 久。久しぶりに行ってすごく楽しかったです。今回の動画では、私の一週間についてお話をしました。皆さんが今週どんな一週間を過ごしたのか、コメント欄で教えてください。 動画を最後まで見てくれてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。またね